ました。しました。はい。私が見れて。あ、いった。はい、お願いします。しますね。OK です。はい、すいません、とこさん、私もいつも忘れてしまうんですよ。大丈夫大丈夫大丈夫です。曲から、はい、じゃあ曲からおかけして、はい、その間にさっと行ってきます。 OK です。本当にすいません。大丈夫大丈夫、なんかおね、大丈夫よ。それに行ってきましょうね。じゃあ合図しますね。ではそろそろ行きます。はい、時刻は1時を回りました。ジョインハーツ五感育の時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターとも連動していますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。はい、ということで、はい、今週も始まりました。はい、ジョインハーツ五感育のお時間ですが、はい、先週は収録放送でしたよね。そうですね、はい、はい、今日はお久しぶりの生放送、はい、そうですね、となります。はい、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、でははい、はい、先週もアロマの話の収録だったかなと思うんですけれども、はい、はい、そうでした。はい、そうですよね。今日も引き続きまして、はい、はい、アロマの話をさせていただきたいと思います。はい、最近ね、ずっと食育のことばかりが続いていたので、おかげさまで食育の問い合わせも多くなりまして、はい、いろいろ、はい、あちらこちらから問い合わせも多くなりまして、はい、本当に、はい、ありがとうございます。すごい、よかったです、はい、ね、もうよくもう本当に、とっこさん、このメニュー本当に自分で考えたんですかってよく言われるんですよ。本当に自分で考えたんだみたいなね。パクってないですよ。いや、でも驚くぐらい、やっぱりすごい素晴らしい
ですよね、私あの最近ねちょっと話がそれるんですけれども、フランス料理屋さんのあのこの番組のラジオ CM も流しているスポンサーさんの、はい、あの、はい、ラ・ミロワールさん、はい、フランス料理店のにあの何度か行かせていただいて、はい、モアイでも行かせていただいたんですね、モアイメンバーで、はい、うんうんうん、やっぱりこういうなかなかね簡単にあのね高級フランス料理屋さんでお友達と去っていこうかって、うん、なかなか行けないので、確かにこういう時こそあのなかなかパッて行けないところで行こうよってなって、うん、フランス料理屋さんに行ったんで、すっごい美味しくて、すごい美味しくて、やっぱりねあの見栄えもすごい綺麗だし、盛り付けも上手だし、うん、私いつもね食育をあのやってて、あの盛り付けが本当に苦手であら、なんかそれは意外ですね。いやいや、もう一番何が料理でできないかっていうと、はいはい、盛り付けなんですよ。へー、ま、綺麗に可愛く見栄えよく、もうここにグリーンを置いてとか、あ、なんかもうできない。だからよく高く高くって言われるんですけど、高く盛ったらどうにか綺麗に見えるよとかって言われたりもするんですけどそうなんですね。もうね、盛り付けだけがねなかなか、もう確かに、でも盛り付けだけでも、うん、なんか時間がかかりそうなイメージはあります、ここにこれを置いてとか、うん、そうそうそう、配置から考えて、あと色とかもバランスを考えながら、うん、ね、それがなかなかうまくできなくてね、私の苦手な分野なんですけれども、とっこさんにも苦手な分野というものがあるんですね。いっぱいあります。はい、あ、そうなんだ。ですね、なので、はい、ぜひあの、うん、ラ・ミロワールさん、フランス料理屋さんですね、はい、店舗にも皆さんぜひ 足を、ね、運んでみてください。はい、はい、高く盛るギャルの髪型みたいなパパ屋さん、はい、ありがとうございますなんか高く盛れば見栄えよく見えるみたいですよ、お料理はとアドバイスを受けたことがありますがギャルもまあそうですもん ね、そうですねはい、じゃあさて、今日の、はい、本題でございます。はい、今まではあのアロマといった精油の話を主にしてきたと思うんですね、うん、はい、ローレルとかラベンダーアングスティフォリアとか、うん、そういった精油の話してたんですけれども、今日はキャリアオイルについて、はい、まあ、植物油って言われたり、あとはキャリアオイルって言われたりしますけれどもね、うんうん、はい、ベースオイルとかっていう呼び方もあるようですね。へー、うん、でこれは何かというと、はい、あの精油っていうのは 100% の、 あのアロマオイルなので、原液で使えるものと使えないものがあるんですね、うんうん、で原液で使えてもあのできるだけあの範囲はあの全身に塗布しないとか、うん、あの 2、3滴、うん、1滴から3滴ぐらいのであの塗布できる範囲内にするとか、うんうんうん、そういったやっぱり使い方ってすごく重要なんですね。あ、なるほど。でそんな中で、はい、あの精油を希釈するためのオイル、はいはい、うん、あの混ぜるための薄めて混ぜることによって、精油自体の効果を持続させたりとか、うんうんうん、あの肌へ の負担を和らげるとか、そういった目的があります、はいはい、でそういったキャリアオイルと言われるものがたくさんあるんです、うんうんうん、でその中でもいくつか、うん、あの紹介してみたいと思いますけれども、はい、あの最近ですね、あのテレビで最近って言っても1、2ヶ月ぐらいかなと思うんですが、うんうん、の前にテレビでもねあの紹介されていたアルガンオイルっていう、うんうんうん、オイルがあるんですが、はい、結構このアルガンオイルも有名なんですね、うんうんうん、でこのアルガンオイルの主な特色というのが、うん、皮膚表面に栄養を供給して、うん、皮膚トラブルを素早くあの回復していくっていうものがあるんですね、うんうん、はい、で自然 あの最高の老化予防薬というふうにも言われています。へあの確かモロッコだったと思います、産地が、はい、うん、あ、そうですね、あのモロッコのアトラス山脈にだけ自生すると言われている、あ、すごい、うん、あのトゲのある高木なんですけれども、あの自然の最高老化予防薬なんてすごくないです、すごいワードですねそういう言葉を聞いた日にはっていうね、うん、これもすごいあの皮膚組織再生作用とか
反根形成作用って言って傷を、ね、治癒する作用とか、アテローム性動脈硬化抑制作用とか、うん、そういった作用も期待できるキャリアオイルとなっています。へ、うん、で最近発売されたもので、まあ、いくつかあるんですけれども、はい、その中でクランベリーオイルというオイルがあるんですよ。これまだ出たばかりで、はい、私もまだ試してないんですね。試してないんですけれども、はい、次はこれを使ってみたいっていうね、はい、クランベリーオイルですか、うん、クランベリーオイルがとってもいい香りがしそうなイメージができてます、うんね、そうですね、今キャリアオイルって主に種子から抽出されるんですよ、はい、種子から抽出されてほとんどが精油のように香りはあるわけではなくって、そうなんだ、ほとんどが無臭に近い穏やかな香りとなってるんですね、はいはい、うん、でこのクランベリーオイルというのはアンチエイジングに、うん、効果が期待できるというもの で、はい、で酸化的ストレス、うん、から保護できる、はい、早期老化に対して皮膚を保護したり、あとはそうですね、抗酸化が期待できる精油となっています。へ、すごい、そうそうそうですね、はい、もうやっぱり抗酸化っていうのは肌っていうのは、うん、もう常に酸化をしているので怖い、うん、聞くと、そうそうなんですよ、だから抗酸化っていうのはすごくいいかなと思います。なるほど、うん、そっか、肌ってやっぱりあれなんですかね、うん、もうストレスがとっても受けやすい、うん、そうですね、で特にお顔はやっぱり他の肌と違って、うん、敏感なんですよね。あ、精油自体もブレンドした精油が腕とか足とか、まあ、肩とかに塗布した場合は全然刺激感じないのに、うん、やっぱり顔にのせるとピリピリって感じたり、わかります、うん、するんですよ。だからやっぱり顔用っていうのはもう本当に敏感なので、顔は、うん、丁寧に、はい、うん、希釈して作って、うんうん、いかないといけないですね、はい、はい、なるほど、うん、沖縄 T シャツパパイヤさんから、はい、クランベリーオイルなんか美味しそうと聞いて、美味しそうですね本当ですよね、うん、クランベリー自体がね、美味しいですもんね。そういうイメージがありますもんね。甘酸っぱくてね、はい、うん、すごいですね。で私がですね、はい、今日ぜひ紹介しようと思ってたメインの一つなんですけれども、うん、はい、クレンジングオイルとして使ってるのがあるんですよ。お、うん、やっぱりお化粧品ってやっぱり販売するまでにやっぱりいろいろな添加物も入っちゃうので、どうしても、はい、うん、入れないとやっぱり劣化の原因になったり、商品の一定の品質を保つっていう意味では、うん、どうしてもいろんな添加物を、ね、入れていかないといけないんですよね。 かといってじゃあ手作りってどうやってあんな作るのって思ったりするじゃないですか、はい、でその中でまずはクレンジングからということで、ローズヒップオイルがあるんですけれども、私はこのローズヒップオイルをもうずっとクレンジングとして使ってるんですね、うん、ですごく酸化しやすいオイルであるのオイルなので、はい、冷蔵庫に保管して、はい、遮光瓶で、1ヶ月以内に使用していきます。でこのローズヒップっていうのはお化粧を落とす目的だけじゃなくて、お化粧を落とすためにクレンジングとして上からマッサージっていうかね、優しくタッチするんですけれども、うん、肌にのせているのでローズヒップの効果っていうのがやっぱり皮膚に浸透してくるんですよ、うん、じゃあどういった効果があるのというと、コラーゲンの生成を促してくれるんですね。へ、でシワをも予防して弾力性のあるしなやかな皮膚に再生すると、はい、言われています。で、はい、で一番のですね、はい、特徴というのがここなんですけれども、皮膚の角質と言われている死んだ皮膚組織である角質層を落としてくれる役割があるんです、はいはい、でシミを、ね、年齢とともに気にしてくる方多いと思うんですけれども、シミというのはこの角質層が約4週間ぐらいかけて、下から上に上にって上がってきて、で角質層が落ちないと、本当は剥がれるべき角質層が肌の上に残ったままになっていくとシミになるんです。シミの原因になっちゃうんですね。あ、そういう仕組みなんですね。そうそう、なのでその角質層というのをもう死んでしまった角質層、皮膚の上にあるものをきれいに剥がしていくということが肌を蘇らせる、うん、常に若々しい肌でいるっていうことの、条件な
あるんですよ。角質をちゃんと落とすという。でこの、 穏やかに角質を落としていくという作用がこのローズヒップオイルにあるんです。あーすごいですね。はい、ビタミン C もたっぷり豊富に含まれていますしね。なるほど、うん、シミって、うん、なんか意外と男性も効くんですよ、うん、ありますよね、シミちょっとこっち気になるなとかって。そうなんですね、はい、男性も気にするんですね気になる方が、はい、これはもう女性限定とかではなく、いいえ、どなたでも男性にでも、はい、OK です。うん、じゃあもうちょっと悩んでる方にはぜひ使っていただきたいですね。本当に、うんうん、かも毎日私はこのローズヒップオイルでお化粧を落として、はい、ちょっとベトベトっていう感じが他のクレンジング剤よりはあるので、うんうん、一回ティッシュオフするんですね。あ、うん、ティッシュオフしてその後石鹸で洗い流すっていう風にしています。なるほど。とこさんも使われてるんですか。はい、私使ってます。もうずっと何年間だからこんなにお肌がツヤツヤ。いや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 、マスクしててももう分かるぐらいお肌がツヤツヤされてるんですよね、とっこさん。いや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 、だからか、うん、だからこのローズヒップオイルを何ヶ月間か使用していると、うん、最初の頃はねちょっと化粧水を塗ったりとかしているぐらいで、ポロポロポロってなんか、上に溜まっている角質が落ちてくるのが分かったんですよ。なんか消しゴムのカスみたいに、すごい、うん、あれってもうあれあれあれってこすって落ちてる落ちてるみたいなね、でずっと使っているとそういうのがなくなるんですよ。角質って取れるときそういう感じになるんですか。そうそう、溜まってると自然に剥がれるとそういうのないんですよ。ないんですけど、もう溜まってしまうと、ああ私の角質こんなに落ちてなかったんだみたいな。そう、それがシミとか、あと肌を硬くしたりとかね、うん、そういったのの原因になっちゃうんですね。なので本当に程よく、うん、まあ、ちょっとイメージでするとピーリング的な、はい、うんうんうん、感じで程よく落としてあげるということが大事なんですよ。なるほど、もう普段のこのケアがやっぱり重要になってくるんですね。重要になってきます。とっても大事です。わかりました。はいはい、はい、じゃあこの辺で一旦 CM に行きましょうか。はい、 CM ですね、では CM です。はい、トッコさんのマスクが可愛いなーって。アロマの生徒さんが作ってくれたんです。あ、すごい上手ですよね。おしゃれなマスクですね。ね、軽いしすごくいい、とても可愛いです。なんか可愛いね、可愛いですよね。うん、上手にもう洋裁がすごい上手な方がいて。あ、すごい器用なんだ。そう、まもなくCM 開けます。曲からいきますね。はい、はい、ジョインハーツ五感育パーソナリティ知念徳子です。はい、はい、ということで今日は徳子さんがアロマについて、はい、今日は美容系ですかね。そうですね、はい、美容系ですね。はい、はい、先ほどね、はい、ローズヒップオイルのクレンジングの代わりに使う、はい、ローズヒップオイルをご紹介していますが、はい、このローズヒップオイルは皮膚にすごい特化してるんですね。傷のない皮膚をきれいにしていくということでもいいんですけれども、はい、シワとかシミの予防に効果があってたり、あと傷を作った、うん、怪我をしてしまった時に使うとか、うん、まあ、いろんなものに使っていけます。へえ、なるほど、はいはい、とてもいいですよ。はい、先ほど冒頭で、うんうん、この使い方、ええ、なんだっけ、ちゃんとした量も
ハマってる量もあるって言ってたんですが、これってやっぱりちゃんと守らないと逆に悪い影響を及ぼしてしまったり、悪いというのは皮膚が荒れる原因になったりすることもあるんですよ。やっぱり原液っていうのは強いので、本物は強いので、薄められて販売されているのもあるので、原液で使えるように、例えば2番絞り3番絞りとかっていうような感じで、一番最初に絞られて抽出される成分は、こういった薬理効果というものがたくさん入ってるんですけれども、2番目に絞るとか、あとちょっと作用が少ないものを最初から選んで抽出するというふうにすると、薬理作用も少ないんですけれども、肌への効果も穏やかだったりしますが、ナードジャパンで扱っている精油はちゃんと医療の現場でも使えるようにということで薬理作用がしっかり入ってるんですね。はい、でそのため原液で使うと、逆に肌を痛めてしまったり荒れてしまったりっていうことも可能性もあるので、なので資格を持っているアドバイザーさんだったりインストラクターさんだったり、そういったところでしか、通常は、店舗では購入できないようになってて、 あっちこっちには置いてないですよね。あ、なるほど。はい、ちゃんとこういう使い方、正しい使い方、こういうふうにしてくださいねっていう使い方ができるように、なのでネットで販売されているのも、そういった刺激がないような、ものを が販売されてたりするんじゃないかなと思います。あ、そうなんですね。はいはいはい、あ、なるほど。ツイキャスからまたコメントが来ております。沖縄 T シャツパパヤさん、日頃のケア大事ですね。昨日お久しぶりにライブで人前出るのにやばいってなって美容液パックしていきました。すごい、ライブやってるんですか？音楽されてる方なんですよね、パパヤさんは。すごい、教えてください、いつもコメントくださってありがとうございます。後でこっそり教えてくださいね。どこでやってるの？でも県外でですかね、活動されているのは。そうなんですか。沖縄 T シャツってあるのに。沖縄出身の方ではあるんですが、今在住は県外。うっそー、あら、行きたい。見に行きたいですよね。ねえ、何の歌、どこを見たら YouTube 出てる。愛知県だって。愛知県、かっこいい。そうですか。楽器を、名古屋とかだったかな。すごいかっこいい方ですよ。すごい、そうですか。 YouTube で見れるんだったらぜひ送ってください。はい、見ます。パパヤさん、ぜひ、よければ、差し支えなければ、お願いします。ぜひぜひお願いします。どこさんが興奮気味でございます。いつもありがとうございます。どこさんはちなみにパックとかは？パックもしますよ。パックはいろいろパックは試すんですけれども、もちろんお肌にいろいろ選んで、でたまにやっぱり毛穴の掃除をするために使ってるのはクレイパックです。クレイパック、沖縄のクチャとかでもいいと思うんですけれども、使い方ってすごく大事で、あとは、イエローパックとかホワイトとかグリーンとかいろんなクレイの種類があるんですけれども、でそれをハーブウォーターで少し溶かすんですね。で溶かしたらサラサラのクレイがちょっとねっとりとしたような、食感になるので、触った感じで、それをお顔にのせるんですけれども、乾いたら粉がポロポロって下に落ちて、すごい舌も汚れる上に、一回肌から吸着した悪いものを乾いてしまったらまた肌に戻すっていうこともあるので、必ずクレイパックをしたら上からね、ラップでもいいんですけれども、私はコットンを上にポンポンポンって乗せたりしてますね。乾かないように。あ、なるほど。でそしてこれも毎日とかじゃダメですよ、逆に。あ、そうなんだ。月に2回ぐらいでいいんじゃないですかね。そんな頻度で。そんな頻度でいいですから、お肌のに溜まった汚れを、吸着して取るっていう、感じです。お肌に栄養ももちろん入れてくれるんですけれどもね。電気的な栄養も入れてくれるんですけれども、汚れを取るっていう
ことが一番の目的なので、はいはい、それはじゃあ月に 1,2 回で全然 OK なんですね。全然いいです、はい、逆に毎日やってしまうと今度乾燥しちゃうのでお肌が、うん、なんか毎日はしない方がいいですね。なんかやりすぎてもやっぱりちょっとあれなんですね、うんうん、荒れてしまったりとか、うん、そういう原因を作ってしまうことも、うん、作ってしまうので、そうですね。あ、なるほど。なんかバランスよく美容の方もオイルを使いながら、そうです、うん、あの肌をね良くする、うん、あの美容オイルの、 あの肌の皮脂の中へ浸透するっていうあの条件がありまして、おー、うん、聞きたい。一つは油溶性であるということ、はい、うん、有用性なので、水溶性っていうのはあの必ず蒸発していきますよね。あー、そっか、うんうん、なので水溶性を入れた後でもいいので必ず有用性をお肌にのせるということ、うん、で有用性が、であるということと、あの分子量が500以下であるということ。へー、うん、じゃないと上、肌の上だけにのせてて、のせてる感じで、あの奥までは浸透絶対しないんですよ。意味がなくなってしまいますね。あんまり、そうです、だ角質層まで浸透しますっていう言葉をよく聞くと思うんですけれども、うん、角質層って肌の本当に上の方なんですね、皮膚の、はいはい、とその皮膚の上の方に、うん、あの浸透しますっていうとすごい奥まで浸透してるっていう感じのイメージを持っちゃうんですけれども、うんうんはい、実はもう表面だけで、うん、もっと真皮まで入れたいじゃないですか、本当はね、はい、美容成分を、うんうん、とするとやっぱり分子量が小さくないといけないので、うん、その条件を満たしているのが精油なんです、うん、なるほど。とかこういった植物油に希釈して、あ、はい、そうなんだ。とっても大事ですよ。ますますこのオイル、精油を使いたく、はいはい、なりますね、特に美容はやっぱり。だからベトベトって嫌な感じもね、私も若い頃はベトベトするの嫌な感じしてたんですけれども、はい、この、ベトベト感っていうのが本当はすごく大事なんですよ。あ、もうちゃんと浸透していってる証拠というか、なんですね。そうです、そうです、そうです、うん、なるほど、はい、いやー、ちょっと私ちゃんと美容のことも勉強しながら、はい、はいはい、オイルも取り入れたいなって思いますね。そうですね、美容オイルもだいたい1ヶ月分でも4000円とかそれぐらいかな、そうなんですね、そんなに高く万とか絶対しないので、もっとすると思ってました、うん、全然全然、あの毎回ねブレンドをするのに、あのものによって、はい、あのお値段違うんですけれども、あ、なるほど、まあ、1ヶ月分でだいたい4000円とか、うん、それぐらいだと思います。 4,5 千円もぐらいかなと思いますよ。それくらいだったら手の届くような感じでいいかもしれないですね、はい、さっきのクレンジングもあのローズヒップオイルも 4,000 円ぐらいですね。わ、はいはい、かりました。はい、ということであっという間なんですが、そうですね、はい、本日の放送もここまでとなります。はい、とこさん、また来週も、はい、来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これは、うん、私が、うん、送る、私の送っていいですか。いいです、ぜひお願いします。沖縄 T シャツ、沖縄テレポポヤさん、ありがとう。赤シャツの集団の中にいます見つけられるかな YouTube2 つ分と、はい、このパパヤさんの演奏されている姿を LINE で送りますね。はい、待ってます。はい、パパヤさん、またコメントください。はい、じゃあツイキャス切ります。